にちは、和田由美です。今日の姫ご飯はブルーベリーヨーグルトタルトを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初にタルトの土台の部分を作っていくんですけど、クッキーとかビスケットはまずね密閉袋に入れていただいて、で綿棒とかで叩いて細かくしていきます。でバターは電子レンジで加熱してあげて、溶かしバターにしてあげて、でこれをまたねさっきの密閉袋に入れて、でクッキーと混ぜ合わせていきます。で型にねそのままクッキーを入れていただいて、で、まあ、コップでもねお皿でも何でもいいんですけど、その底が平らなもので上からねギュッギュッと押し固めてあげてください。でゼラチンを溶かしていくんですけど、お水にゼラ粉ゼラチンを入れてあげて混ぜてあげて、でまず5分ぐらいそのままふやかしていきます。はい、で5分経ったら電子レンジで20秒ぐらい加熱してあげてください。であとはねミキサーで攪拌していくんですけど、まあ、こんな感じでねその何はかりの上に乗るミキサーの入れ物があったらもう直接ねなんか測りながら材料入れられるので便利です。でまず材料を入れて一回ミキサーで攪拌してあげて、でそこからさっきのゼラチン液を混ぜていくんですけど、直接ゼラチン液を入れるんじゃなくて、まず一回ねその生地をゼラチン液の方に入れて混ぜてから合わせてあげると、そのゼラチンがね一気に温度が下がるのを防いでくれるので、こう均一に混ざるので、その方がね滑らかな口当たりに仕上がります。でこんな感じでね生地を型に入れたら気泡がどうしてもできてしまうので、それ気泡を取るためにキッチンペーパーで表面の気泡を取ってあげてください。はい、で冷蔵庫で冷やしたら固まるので、型からね取り出していくんですけど、こんな感じで、ホットタオルを用意していただいて、でホットタオルでさっきのね型の周りでね型の周りをホットタオルで温めてあげることによって型から外れやすくなります。であとは包丁とかでね土台から取り除く取ってあげて、で最後トッピングですね、ブルーベリーを乗せてミントを乗せて完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。今回ブルーベリーをたっぷり使ってるので、こう食べた瞬間にねこうブルーベリーたちがわーって広がる感じで、こうヨーグルトムースのねプルプルでさっぱりな味わいが合わさってとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ご飯の公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。なんとも贅沢な味わいです。